怖さまである。そうなんだよ、ね、うん、赤井さん赤井は一番好きなのなの。僕は空洞です、うん、だからもう空洞になるわけおませちゃんブラザーズ。どうもこんばんは、アリホトです。ということで今日はクッシーズということでアーティストを好きなオタクたちが集まってそのアーティストについて熱く語ると、それを聞いてオタク成分を摂取するといったような回となっておりますが、今日はゆらゆら帝国の回ということで、この方々に集まっていただきました。どうぞ。こんにちは。こんにちは。どうもどうも。何？やっぱりやっぱちょっと変だね。変な空気が流れてる。みんなとちょっと違う空気を感じましたね。一瞬で。あなたはどなたですか？僕どなたですか？すいません、視聴者で。あ、視聴者の、はい、三好と言います。三好くん、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと募集させてもらって今回。そう、ゆらゆら帝国に詳しい人ってね、好きな人。いや、もう登録者9万人の中から選ばれた、うん、9万分の1です。9万分の1、ちょっと少ない。ちょっとおい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 、そしたらこっちに失礼になるから。そうですね。いや、ありがとうございます。本当にありがとう、ありがとうございます。今日は教えてください、いろいろ。はい、あ、高井と申します。はい、高井です。準レギュラー、もう早くも2回目。早くも2回目。ありがとうございます。回シリーズもまだ浅いけど人不足感もやめないけども、ちょっと僕の周りでゆらゆら帝国といえば高井じゃねえかということで。でもペイメントだけペイメントといえばだけど、全部戻るしといえばの男。あ、といえばの男すごいな。すごいな。全部知ってる。すいません、ありがとうございます。はい、ということで池田ビッグベイビーです。お、まあ、池田さんもねゆらゆら帝国好き。そうだね、坂本慎太郎信者っていうイメージがありますけど。そうだね、もうめちゃくちゃ好きだね。で、まあ解説も動画で前出させてもらって、うん、まあちょっとそっちの方も見てもらいたいんだけど、今日はもうみんなでもう愛を話すっていうね。おー、ゆらゆら帝国の、 いいね、いい回だマジで。本田さんはゆらゆら帝国どうなん？僕はね、好きです。そうだよね、正直好きです。そうだね、はい、そのイメージあるよ。はい、たまびでやったライブとかにも行きました、僕は。あ、そうなんだ。フリーライブみたいなやつ、ただね、あれも衝撃的だったな。たまびの雰囲気もね、やっぱ出身じゃないですか。そうで、なんかね、この雰囲気で育った坂本さんがやってるみたいなので、すごい良かった印象がある。うわー、いいなそうなんだ。そう、すごい、いつかな、俺は高校生ぐらいの時やったかな。20年前ってこと？そんなちょっと待ってよ、ビビったんだけど。だって俺が15歳、16歳ってことでしょ？20年前だね。20年前かな。はい、いや、いいな、羨ましいな。ということで、本田さんもまあ好き。はい、まあ、好きですね。ヘア帝国の回、今回じゃあちょっと4人で。変わった。っていう感じ。でもそんなに詳しくないんで、ぜひ今日は深いところを知りたいな。じゃあまず、ヤラテコが簡単に紹介させても VTR をご覧ください。あるんですね。ありがとうございます。はい、おー、来ました。解散理由がかっこよすぎるっていうね。あ、おお、いや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 、かっこよ。あ、思い出したー、いろいろ。いろいろ思い出しちゃったー。いや、でも映像見るとやっぱ思い出すよね。思い出す。じゃあまあ、ちょっとメンバー紹介をね。あ、メンバーを、はい、簡単にさせてもらいますよ。うん、まずまあ、坂本慎太郎さんですね。はい、ギターボーカル、うん、もうソロでも今でもバリバリ活動されてます。うんうん、まあ音の面でも詩の面でも、うん、ゆら帝の元をも作り上げてるのはやっぱ坂本さんですよね。うん、うん、まあ今はちょっとセットアップのイメージも強いけど。ああ、そうなんだ。今日はちょっと赤いパンタロンの坂本さんを中心に話させてもらおう。パンタロン中心のパンタロン時代を。あ、なるほどね。うん、はいはいはい。ということでベースの亀川千代さん。あ、よくまあうねるようなベースライン
インって言われるようなね、のが特徴で、うん、まあ見た目もね、黒いパッツンのロングヘア、あ、まあ、特徴的だよね。そう、もう坂本さんと二人立ってるだけで、うん、なんだこのバンドはって、ね、そうだね、なるよね、すごいよね、誰もが、うん、高円寺にたくさんいるよね。そう、そう、あれ患者さんとすごい若い人だったっつって、あるよね、しすぎますよね。まあちょっと今年のね4月に惜しくも亡くなってしまったっていうので、本当にね、うん、まあユラテファンはみんなその日はユラテ聞いてたんじゃないかなっていうふうに思うけど、僕は不出者の方、あの亡くなってる、もう一個のバンドなんかもうノイズミュージックみたいな意味わかんないやつがあるんですけど、それ聞いて寝ました。あー、ドラマーの柴田一郎さん、まず上手いし、まあ、音作りにもすごいこだわってて、ドラムをねミュートするためにガムテープ一本使ったなんていう伝説もあって、影ではもうユラテのね音の幅を持たせてるのは柴田さんなんじゃないかっていう、素晴らしいドラマーですね。俺めっちゃ好き。あ、まあ、やっぱいいっすよね。いい、めちゃくちゃ好き。まあ、坂本さんに目最初は言ってたけど、ドラムめっちゃいいなってなってきた。いいっすよ。海優先だ。海優先。海シリーズ。喋りたい。海優先だ。喋りたいんだよな。喋って喋って教えて教えて。ヤオンの、あの、YouTube のなんかライブ映像あるんですけど、タコ物語って曲があるんですけど、それがね、もう何してんだみたいな、なんか変な感じで、俺なんかドラムってこんな音出るんだみたいなのをやってたら、なんかそのサビというかそのフックのところで急になんか四つ打ちでなんかこう、ここでちょっとより良くなるんだみたいな、すげえなんかテクニカルで、なんかほんとゆらゆら帝国のもうゆらゆらの部分作ってる。ゆらゆらの部分かな。もう。ゆらゆらの部分。作ってます。ああ、ゆら。なんか、半分以上。もう半分以上。すごいニュアンスとかやっぱ出すのうまいっていうか。なんか、ライブの設営の現場監督みたいな顔してるの。派遣バイトまとめてる人みたいな顔。風貌ね。なのに、めちゃくちゃいいドラム咲いてるって結構好きなんだ。そこなんだ。なんかね、そのギャップ。ちょっとわかるな。なんかわかる。あんまいないタイプのドラマーですね。そうなんだ。なんかあんまりエゴがない感じの演奏で、あのないとかやる時も、なんか全然ずっと最後まで一定のパワーで叩く感じ。そうだね。確かに。結構なんか軽く叩くんですけど、なんかそれがなんか逆にすごい存在感を際立たせる感じもあって。確かにな、ないとかめっちゃ最後激しくいきたいけど、ずっと一定であんま変わんない感じなんですよね。そうだね、確かに。まあメジャーデビューしてからはね、この3人でっていうことなんですけど、ゆらゆら帝国っていう名前もやっぱ印象的だなって思ったけど、そうだね、ゆらゆら帝国の名前の由来について、あの話してるインタビュー動画とかもあるんで、ちょっとそれも見てもらおうと。マジでもう見る。どんな国なんだろうって今回思ったんで。いや、もうあのすごい適当につけてしまったんで。倒す、そうなんですか。定着してきたんですかね、自分の中で。いや、なんかもうあんまり自分でもね。寝てる感じはさ、寝てる感じ。完全に寝てるな、俺。なんだよ、この短短。寝てるなんかいろいろおかしい。別のとこに目に来てるじゃんね。全然何言ってるか分かんなかったんだけど、ごめん。いや、まあ話を盛り上げて坂本さんが盛り上がってもなかった、全然寝てたし。坂本さんインタビューの人もファンキーなんか、そうだね、多分あっちが正しいんだけど、あっちが場違いに見えるっていう。そうだね、何を陽気ななんかで格好しちゃってるんだって恥ずかしくなっちゃうぐらいのサウナーさがすごかったな。何つってたの坂本さんは。ちょっと聞き取れなかった。坂本さんはまあちょっとあんまり考えずにつけたみたいな。ゆらゆら帝国ってたまに。なんでミスターのこの VTR。 いやいや、やっぱ話盛り上げてるところミス話盛り上がってたかな、あれ。ちょっと俺には分かんない高度な雰囲気だったな。まあこういう雰囲気だよ、3人は。ああ、もうね、独特のね、怖さまである。そうなんだよ、曲とか聞くと不気味で怖いみたいな
のもそうするけど、ちょっとなんか肩身じゃないんじゃないかってちょっと感じちゃうんだよ。ああ、いるけど3人。なるほどね。映像見ると。ああ、確かにそうだわ。指の本数多分ね、なんか全員揃えたらなんか、1本ぐらいない。確かに、なさそう。なくても全然おかしくない。そっちの怖さもちゃんとあるんだよね。うん。実は。マジで、やからだった。やからなんだったって。可能性もあるよっていう。なるほどね。伝わってきました、すごい雰囲気がね。この3人のね、3ピースバンドっていうイメージの強いユラユラ帝国なんだけど、実は他にも重要人物がいるんだよね。え、誰？ということで、重要人物、2人、サウンドエンジニアの中村総一郎さん。あー、なんか聞いたことある。うん、ピースミュージックっていうスタジオやってて、今もまあいろんなアーティストのエンジニアやっててね。うんうんうん。オーガとか、あ、そう、オーガあと家健介とか。ああ、そうだね。エクスネケリー、マナーズとか、ボリスとかもそうか。うん、系統がね。とプロデューサーの石原洋さん。うん、まあこの2人が密に関わっててユラユラ帝国に。おお。で、坂本さんと石原さんがその音を作って持ってきて、中村総一郎さんがそれに対してちょっと個数の前なんじゃないみたいな提案をして、へえ、でそういう感じで、まあ、レコーディング終わったら3人で音作るみたいなのが、おお、まあ、いつものパターンというかだったらしい。なるほどね。じゃあもう第4第5のメンバーといっても、うん、本当にそうだね。使えない、うん、へえ。でそのメジャーデビューする時もそういうやり方で、レコード会社の人はそこには入ってこないっていう約束でメジャーデビューしてる。ああ、そういうやり方ならメジャーデビューしてもいいですよっていう。へえ、そこは守ったんだ。そう、それでマスタリング終わってカンパケしたやつをレーベルに渡すっていう。へえ、そこまでは踏み込まないっていう。ああ、なるほどね。職人だ。そう、なるほどな。アーユーラーっていうアルバムがあって、メジャーデビューする前の1枚前の最後のアルバムなんですけど、それから中村さんのスタジオでレコーディングして、その音が気に入ってなんかピースでやるようになったっていう話を聞いたことがあります。あ、きっかけのアルバムだったと。志賀さんのバンドもかっこいいよね。ホワイトヘブンもスターズ、スターズマジかっこいいよな。確か中村総一郎さんもホワイトヘブンでギター弾いてたんじゃない。ああ、そうだよね。じゃあ表にそんなに出てこないけど、裏でもユラ帝として作ってるみたいな感じなのかな。今の坂本さんのソロも中村さんが PA やってるよね。ああ、やってると思う。すごい知り尽くしてる感があるよね。なるほどね。PA でも。なるほどな。そういう人がいたんか全然知らなかったわ。そうだね。そういう人があってのユラユラ帝国。ということで、そんなユラユラ帝国のあるあるを、高井さんお願いします。初期と後期ファンドッシュで話が噛み合わない。ああ、ね、ああ、そうなんだ。あるんですよ。そうなんだ。まあ初期と後期でサウンドが違うくなるバンドってまあ結構たくさんいると思うんですね。まあユラ帝もサウンドを聞くと、まあその変化がすごいわかるんですけど、ざっくり分けると、まあメジャーデビューして、ユラユラ帝国3っていうアルバムまでは、割とすごい平たく言うとロックンロール。そうだね。ガレージ、60年代サイケとか、結構引き合いに出されるんですけど、バンドで言うとやっぱまあベルベッツやらユーチャーやら T-Rex やら他にもいろいろありますけど、結構そういうギターが前面に出たようなロックサウンドで、池田さんそっち系のあれ好きですよね、確かアルバム。ね、一番好きなアルバムは 3×3×3 なんだけど、 3×3×3 の中にあるちょっとそっちじゃない、あ、まあ例えばドッグンドールとか。ドッグンドール、ドッグンドール、ドッグンドールあったな。あんまりちゃんと聞いたことないな。そう、ルリードっぽいんだよな。そう、ルリードっぽいんだ。そうとか、まあ結構俺初期のルーリードっぽい曲が好きなの。太陽の白い粉とか、ちょっとベルベッツのサード感も、サード感あるね。ベルベッツのベルベッツっぽいもんな。ギターとかホーンズとかもそうだし、あと有名な曲で言うとミーのカーとか、ミーのカーすごい長い曲があるんですよ。あれはカンっていうドイツ
のバンドがいて、うんうんうん、その You Do Right っていう、まあ、そっちもものすごい長い曲なんですけど、うんうん、まあそれを結構参照してるっていう、あ、へー、そうなんだ。あとエビルカーとか結構ドアースと一緒、あ、そうだね、うん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 、なんか結構そういう参照元は、うん、あの分かりやすい、あ、そうですね、あ、結構そうね、まあメジャーではないけど、うんうん、結構知ってる、音楽好きなら知ってるってことだね、うん、でターニングポイントになるのは、うん、やっぱり2枚組っていうか2枚同時発売出た、うん、ゆらゆら帝国のしびれとめまりでしたね。あ、これは結構ね、うん、いや僕マジでしびれめっちゃ好きっすね。あ、一番好きなアルバムしびれ、一番好きなしびれ、あ、そうか、え、高井は一番好きなアルバムなんの？僕は空洞ですです。だからもうこれあるわけ、これ言わせやらんじゃない、これあるわけ、空洞ですこれもあるやつだったでもなんかここでだからもう初期中期後期みたいに分かれてはいるから、うん、話噛み合わない可能性あるからね、うん、俺ら3人で噛み合ってないです、噛み合ってなかったチビレは何の曲が入ってるやつだっけ。僕が好きな時間とか、まあ、一番有名なあれか、あの夜行性の生き物、あ、まあ、MV がすごい、あの、ね、ね、はいはいはい、ここで結構そのバンド音楽からなんか離脱してる感じっていうのが、うん、まあ、後期にかけてずっと続いていくんですけど、うん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 、ここですごいやっぱその感じが出てきたなっていう印象があります、うん、でその後にスイートスポット空洞ですって続いていくんですけど、うん、はい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 、スイートスポットも僕結構好きで、うん、ポストパンクっぽい感じ、うん、出てくるんですよね、うん、なんか坂本さんはあんまりニューウェブとかポストパンクを通過してないっていうなことを読んだことがあって、うん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 、まあ、さっき言ったんですけどこれ結構石原さんのなんかとこなのかなと。あ、なるほどね。最終的に空洞ですで肉体性がなくなっちゃうみたいな感じですよね。でもなんかすごい僕は空洞ですがサウンド的には一番好みなんですけど、うんうんうん、という感じで、うん、とにかくまあ初期と後期ですごい違ってくるんで、うんうん、割とどっちかしか好きじゃないっていう人ももしかしたらいるだろうね。なるほどね。そうね、聞いてみると全然違うね。確かに、うん、サウンド面マジで違いますよね。結構ガシガシやってた初期、もう後期はなんかね、わーみたいな。なんで、まあ、今日の動画で、うん、ちょっとその初期と後期のファンを、うん、なんとか混ぜ合わせるよ、うん、すごい目標持ってきたから、はい、シリーズで。そうだな。でもそれはちょっとね、おいおい、共通点というか、うん、なるほどね、そうそうそう、うん、あ、いいですねっていうのが結構今回の俺らの目標ではあるんじゃない3人頑張って、すごいでかい目標だけど不可能なことじゃないよ。でも同じ人間が作ってるものだからね。そうなのよ。あ、いいね。あ、今結構なんかシンクなこと言っちゃうな。言っちゃいましたね。ちょっとネタバレなんだけど、すいません、ごめんなさい。まあでもそんなゆらゆら帝国にしかない魅力っていうのがマジでいっぱいある、うん、っていうのでよろしくお願いします、はいはい、じゃあゆらゆら帝国ない魅力、知らねえ。それは知らねえよ。なんで解散しちまったんだよ。マジで。ゆらゆら帝国どんな人に聞いてほしいかです。ああ、まだ聞いてない人に。はい。なるほど。